西村明は日本の俳優、声優、北海道札幌市出身。日本初でありかつ東洋発でもあるロボットとされる学ぶ転職を制作した北海道帝国大学教授西村誠の次男。後に映画帝都物語では父、誠役を演じた。戦前の学生時代より新しい好きの父より与えられたローラースケートをはじめ、 日本のローラースケーターのパイオニアの一人として、藤山一郎らと並ぶ知名度をすでに得ていた。そんな父が大阪毎日新聞の論説委員だったために大阪に引っ越す。1940年に日本大学専門部芸術科に入学。大学在学中より舞台に立つなどして活動していたが、1943年に学徒動員で兵役に取られる。 第二次世界大戦中は第14機械軍飛行予備学生末期には徳島航空隊の特攻隊員だった。出撃機器不良で基地に引き返し、その後終戦を迎えている。この特攻隊員時代からの友人に裏千家十五代家元の千元室がいる。飛行予備学生だったある時、上官から特攻志願者を募る旨を通達されると、千に 自分は行きたくないと漏らしたが、上記の通り徳島に配属された。この時の戦友は戦と二人しか生き残っていない。戦後、復員してからは本格的に演劇活動を再開する。1946年に東京芸術劇場の第一期生となる。翌1947年に退団して東京青年劇場を結成。1951年、 新境劇団の準劇団員となり、1954年には岡田英治、木村紗浦と劇団聖杯を立ち上げた。新劇俳優として活動する中、1951年にサブリ新監督作、風雪20年で映画デビューしてからは映画やテレビドラマでも活躍。1954年から制作再開した日活と本数契約を結んだのを機に、 映画に出演し始めたが、日活プログラムピクチャーの中では、悪役や敵役が多かった。映画では、赤い殺意での演技が認められ、数々の賞を受賞。また、アニメや、洋画の吹き替え等声優としても活躍した。1980年代に入ると、テレビドラマでの活動が目立ち、1982年12月16日に、水戸コ門で、 東野栄二郎の公認として二代目、三戸三国役に就任し初主役となる。1983年5月10日の収録から、東野同様に悪役で売ってきた西村は180度、転換しどこかとぼけた喜劇的要素を生かしそれまでの代名詞だった月形龍之介や東野に比して若々しいイメージから、シティボーイ公文と呼ばれ、 1970年代から1980年代、前半の生まれの世代には、天下の副将軍にふさわしい上品な振る舞いや、風格から、水戸公文の代名詞として親しまれ、お茶の間の人気者となる。だが1992年の第21部放送直後、長年連れ添ったのり子夫人が亡くなったショックもあり、三つ国役を降板。 同年9月25日収録の最後の立ち回りのシーンでは涙目になっていた。後任は佐野浅尾。1995年11月に食道がんの手術を受けこの時は元気に退院した。1997年3月にスペシャルドラマ、清地の収録の時も元気だったが、同年4月14日夜に自宅で急性心不全を起こし、 翌日4月15日午前6時半に死去、74歳没。葬儀は密葬で行い、葬儀委員長は、生前の約束で宣言室が務めた。死後、同年に放送された特別ドラマが、最後の出演作品となった。川口博が隊長を務め、危険な秘境を探検する、川口博探検隊シリーズが始まる以前、西村明探検隊があった。 俳優養成所の舞台芸術学院の特別講師を務めたこともあり、市村正近が卒業後、俳優修行の一環として、西村の付き人をしていた時期がある。市村は、その経験の中、西村本人と周りに集まってくる名優たちを見て、一流の役者の振る舞いや言動を知ったという、泉拓が作ったザレ歌を歌っていた。一時期ラジオで流されたが、 放送禁止になってしまい、あまり知られていない。自民の先生がするときは、無理やり闘争となさいます、わ、はあなさいますに始まる、政党編と、数学の先生がするときは、角度感がえなさいますなどの学校の先生編があったようである。炎立つの第一部では、水戸校門でも共演した、里見光太郎と共演している。撮影中の休憩時間、里見が西村に対して、 ご隠居、エ差しは初めてですかと声をかける場面もあったという。なお、里見は同作が NHK ドラマ初出演となったのに対し、西村は最後の大河ドラマ出演作となった。水戸黄門以前は悪役イメージが強かった。黒デスクなメイクを施した怪奇映画出演なども少なくないが、吸血族路線で共演した岡田真美の DVD 用インタビューによると、 西村はこの書の企画や役どころが根っから大好きで撮影時はいつも大乗りだったという。水戸公文出演時代 TBS テレビのクイズ丸ごと大集合特番にてクイズ100人に聞きましたの中で日本のプロ野球12球団の外国人選手全員に聞きました。嫌いな日本の食べ物は何との問いに西村は真顔で卵焼きと答え このコーナーの司会者、ビートたけしや他の出演者を笑わせる天然エピソードもあった。俳優洋画、ありがとうございます。